そうそう、だからね、流血をしなくて済むシステムっていうのが実は人間をダメにする。女子はね、どっちみち流血せなあかんし、男子は流血を嫌うでしょ。だから流血しなくて済むシステムってのは普通男子が考えんのよ。まあ、女子は自分の娘が流血、自分の息子が流血したら嫌がるよ、もちろんね。でも自分の流血嫌がらんやろ、女子かな。男子はどんな流血も嫌がるやん。で、他人の流血見たら興奮するやん。かなりキモいな。せやけど流血を回避するシステムはだから人間をダメにするよ。要するに男子をダメにするよって言ったやん。一応戦争になってまいやんってアホな。部落の言い伝え、喧嘩弱いやつが戦争しようんだよ。喧嘩を回避するやつが戦争を発明したんだよ。喧嘩で負けたやつが意趣返しに始めたのが実は戦争なのである。で、喧嘩で済ましといたのに、負けたら負けたでええやんか。で、そこで負けて地位まで出たら、ほんだら成長すんねん、その男の子。ほんでな、喧嘩で血流してる男の子をな、どんな女の子であれな、ほっとかへんから。もし、ほっとく文化が今その学校にあるなら、それでも女の子、チラ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 、流血中の男の子見てるからな。なんでって、それが女の本能やねん。ね。